どうも皆さん、こんにちは、のってんです。おにぎり。はい、今回はですね、パワーお弁当スライムキットを使って、スライムパレットを作ってみようと思います。パレット。はい、こちらのキット、前回のね、動画を見てもらうとわかるんですけど、いつも使っているようなスライムの材料を使って、お弁当風スライムキットを作ってみました。さあ、このお弁当でね、どんなスライムパレットができるのか、早速やっていきましょう。はい、ということで、じゃじゃん、今回はノーマルスライムを作ったので、これでスライムパレットを作っていきたいと思います。じゃあまずは早速だけど、このブロッコリー入れてみたいと思います。でもお弁当食べるときも最初は野菜からね。はい、うわ、なんかひっついてる、なんか、いや、はい、ブロッコリー入れてきます。さあ、どんなスライムになるのか、いけ。うわー、このブロッコリーもまさかスライムに入れられるとは思ってないだろう。これは結構でもいいスライムになりそう。よだれ出ちゃった。おー、見て、めっちゃいい感じ。なんか優しい色のもちもちスライムができました。やっぱ粘土入れると気持ちいいね、もちもちになる。よし、じゃあね、パレットに入れて、はい、次。よし、じゃあ次はこれ、保冷剤入れてみたいと思います。保冷剤スライムね、私作ったことないんだよね。さあ、どんな感じになるのか。よし、いけ。お、結構液体、結構液体じゃん。こんな液体だっけ、これって。やばい。なんかイメージと全然違う、サラサラの感じ。うわ、なんかおかしい、様子がおかしい。えっ、ドロドロになっちゃった。ハードになってるけど、うわ、もう見るに耐えない光景だ。これは皆さんが見るに耐えない光景だから、ちょっと慌てて拭こう。はい、ちょっと今回のスライムは誤算でした。なんかほんのり水色になってるけど、よくわかんないから、もうこれ入れちゃおう、これ。お魚醤油瓶。これ入れたらね、なんでも OK になるはず。よし、いけ！僕はお魚くん！よし。さあ、このお魚くんが頑張ってくれれば。じゃじゃじゃーん。うわー、すごい綺麗になったんで、これはね、もう混ぜずにこのまま入れたいと思います。ドローン。おい、いい感じ。もうね、何もなかった。別にトラブルとか、そういうハプニングとか何もなかった。もう何もな、おい、じゃあ次は、これ入れてみようかな。ちくわ。よいしょ。さあ、いけ！おー！わー！綺麗。はい、ゴー！わー。わ、気持ちいい。おー、これはね、いろんな色があるから、透明なままのスライムでもね、十分綺麗だね。これ輪っか？ちくわみたいに穴が開いてるから、音ヘチめっちゃいい。よし、完成。これ大きいからね、ここに入れようかな。ドカーンと。はい、ちくわスライムできました。じゃあ次は、これいこうかな。冷ややっこ。よいしょ。せーの、ゴー！おー、ポロポロポロー！あ、クジラくん出てきた。はい、混ぜていきます。これはあれだね、やっぱ冷ややっこだけだとシンプルすぎちゃうから、なんか色入れようかな。じゃあこのタレ瓶入れていきます。ほっ、ポトン。よし、さあ、どんな風になるか。ビヨーン。うおー、めちゃ綺麗。でもね、これね、手で触ると手に色ついちゃうからね、触れないように細心の注意を払ってね、周りから混ぜてってる。じゃじゃーん、いい感じ。なんかキウイナタデココゼリーみたいになりました。美味しそう。じゃあここに入れます。ほい、じゃじゃーん。これ刺さないの、これ。よいしょ。じゃあ次はこのね、カラフルなジェリービーンズとマカロン入れていきます。これは可愛くなるんじゃないの。おお、最高よ。うおー、めっちゃ可愛いんですけど、これだとね、やっぱりちょっと物足りないので、このね、赤のラメ入れてみたいと思います。ちょっとどうなるかわかんないけど、いきます。ゴー！おとぐー！いいね、綺麗だね。さあ、どうなる。ふひょひょ、あ、もっと全然入れていいな。もっと全然入れちゃおう。うわー、完全に入れすぎ。ふひ、もしゃもしゃ。全然可愛さ消えたんだけど。魔物のベロ。うまいな、スイーツは。べちゃくちゃ。魔物さん、甘いものお好きだったんですね。え、ちょっとこれ失敗だったかな。なんかいきなり変な感じになった。よし、じゃあもう次、安心のね、塩昆布おにぎりスライム作りたいと思います。よーし、いくぜよ、それ。ヒュー。
絶対可愛いでしょ。このスライムで優しく包み込む。ちょっと待って、ちょっとあんまりうまくいってない、あんまりうまくいってないけど、よいしょ、大丈夫大丈夫、よし、じゃじゃん、こんな感じ。もろ塩昆布おにぎりみたいなスライムができました。すごいリアルこれよし、じゃあこれもね、おっきいんで、このおっきいサイズのとこに入れます。はい、いい感じ。はい、そしたら次はこのね、パチパチスライム作っていきたいと思います。よいしょ。これだと無地で寂しいから、さっきのね、お魚くんに頼りたいと思います。ゴー、ほどん、2種類入れてみよう。よいしょ、オッケー。さあどんな感じになるかな。よよーと、めーちゃいいよ。エメラルドグリーンだ、これ最高の色よ。あ、待って、手につきそう。よし、でこのスポンジにかける。グイー、おー、染み込ませればいいのかな、こうやって。よいしょ、じゃん、結構入ったかな。いいよ、じゃあね、これをここに入れて、この上からスライムを乗せようと思います。ピトン、パレットを作ってる間にね、どんどん染み込むかもしれないから。よしよし、おい、あ、なんかスイカみたい。じゃあ次は、これね、ポンポン入れていきます。これはもう絶対可愛いやつだよね。ひよことうさぎ。それ!わあ!可愛い!けど入ってもらうぜ!どうだ?どうだ?ふわふわで気持ちいいぴょん!うん、柔らかいスライムが気持ちいいぴょん!はい、こんな感じで、もこもこのスライムができました。はい、じゃあこれはここ。ポン!よし、じゃあ次はね、じゃじゃん、この卵スライムを作ってみたいと思います。これはもうね、いい感じになると思うと思ったら、なんかひっついてる。これはもうね、黄色い粘土スライムになるんじゃないでしょうか。ゴー、あ、なんかちょっと乾燥してきてる、さっきより。混ざるかな。よいしょ、あ、卵だ、卵スライム、卵スライム、生卵みたい。はい、じゃじゃーん、こんな感じ。もっちもちのね、卵スライムができました。じゃあこれはここ、なんか粘土入れてマットな色合いが続いてるから、ここをね、ミニトマトのスライム作って入れたら綺麗になるんじゃないかと思います。はい、じゃあミニトマト、ちょっとね、ヘタを取って、なんだ、ヘタ一番上に乗せてみようと思います。かわいいと思う。よし、ゴー。うわ、これもね、きっとかわいいピンクのもちもちスライムになるんじゃないかな。はい、めっちゃビビッドピンクスライムできました。よし、じゃあね、これはここに入れて、このヘタを乗せると、よいしょ、はい、ミニトマトスライムできました。めっちゃかわいいよし、じゃあ次、このミックスベジタブル入れてみようと思います。ミックスベジタブル風のスカンプスパ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 スゴー。うわ、うわ、待って、予想以上に多い。はい、混ぜます。音エッジ、音エッジ。はい、いい音だけど、痛いスライムができました。痛い。はい、じゃあもうね、次はシンプルに金色の鍋入れていこうと思います。私は天使、金の粉振り向くわ。それー、すごい入れすぎだよ、妖精さん。これうわ、すごいよ、みんなめっちゃ高そうなスライムできた。これスライムショップで売ってたら1580円だわ。よし、じゃあこれはここ。よし、じゃあね、保冷剤なんだけど、さっきと違ってね、ぷよぷよボールみたいなやつが入ってるやつでーす。さあ、この先っぽから切って、よいしょ。さあみんな、いけー、亀の産卵よ。トゥル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 混ぜろ混ぜろー。うわー、うわ、うわ、待って待って待って、なんかすごい気持ち悪い感じになってんだけど。粘液がすごい。もうちょい入るかな。なんかね、ネッチョネチョになった、謎の粘液により。でもなんか謎に音フェチはいい。じゃあこのスライムはここ、ぴょーん。はい、亀の卵スライムできました。はい、そしたら次はじゃじゃん、コンペイトーを入れていきたいと思います。
これはね、もう言わずもがなだよね。絶対可愛いやつ。ちょっとアメちゃん避難してもらって。うふー、うわー、よいしょー。うわー、なんかあれだね、コンペイトー入り練り飴みたいな感じ。あ、待って、なんかさ、コンペイトーがボコボコしてるから手のひらつぼ押しされてんだけど。じゃあこれはここで、上にアメちゃんも乗せます。かわいい。はい、そして最後、ここのね、一番大きいところにはババン、スノーパウダーを使ってスライムを作っていきたいと思います。よし、じゃあこのスノーパウダーにお水を入れていきます。ゴー。おー、すごいすごいすごい。うわー。よし、じゃあね、これをちょっと拝借して、よしよしよし、スライムと混ぜていきます。ピヨーン。うわー、どうなることやら。こうやってね、スノーパウダーを混ぜてひたすらね、こねていくとクラウドスライムになります。よいしょ、多分。はい、ということで、ふわふわもちもちのクラウドスライムができました。ピョーン。おお。はい、ということで、最後のスライムをここに入れて、はい、ということで、お弁当スライムキットスライムパレットの完成。ベト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 。はい、ということで、こんな感じになりました。まあね、お弁当スライムキットで作ったから、色合いがね、ちょっと、なんとも言えない感じになったんですけど、お花見のお弁当同様、楽しいスライムパレットになったんじゃないかと思います。で、個人的には、じゃじゃん、こちら、塩昆布おにぎりスライムがね、結構気に入りました。すごいリアルにできたんじゃないかと思います。このおにぎりがね、味薄かった時用に、じゃじゃん、醤油も添えてあります。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。お弁当のスライムキットを作って、それでスライムパレットを作るっていうね、我ながら新しい挑戦だったじゃないかと思います。このスライムパレットの音フェチは、サブチャンネル、のってんぷちの方で上がってるので、ぜひそっちも見てみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、またねー。文字だ。じゃあねー。